モーリ守る1月29日隊は、北海道出身の宇宙飛行士、科学者。科学者としての専門は、真空表面科学、核融合炉壁材料、宇宙実験。科学者でもある。宇宙航空研究開発機構宇宙、環境利用システム本部、有人宇宙活動推進室長、日本科学未来館館長、京都大学大学院特任教授。 東京工業大学大学院、総合理工学研究科連携教授、公益財団法人日本宇宙少年団団長、アラバマ大学客員教授、筑波大学客員教授なども歴任した。北海道余市郡余市町に生まれる。幼い頃は、カマキリと水泳が大の苦手で、風呂で溺れそうになった経験を持つ。1961年、13歳の時に、 ソビート連邦のボストーク1号が人類初の有人宇宙飛行に成功した際、飛行士のユーリー・ガガーリンが発した地球は青かったという言葉に宇宙に対する憧れを抱く。1963年、余市町立東中学校を卒業して北海道立余市高等学校に進む。同年7月20日に起きた日食を見て科学者を死亡した。 1966年に高校を卒業後、北海道大学理学部に進学する。1970年に理学部科学科を卒業、引き続き大学院科学専攻で研究を行い、1972年に修士号を取得した。南オーストラリア州立、フリンダース大学大学院理学、研究科科学専攻に留学し、1975年に修士号。 1976年に博士号をそれぞれ取得した。1980年に母校の北海道大学工学部講師に就任し、1982年に助教授に昇格する。この間、本業の研究以外に当時問題となり始めた札幌市などの春先の粉塵についての研究を、研究室の教授である山品敏郎や名古屋大学の天宮進村と行い、 この粉塵が自動車のスパイクタイヤによって、路面のアスファルトが削られたものであることなどを明らかに、した。STS-47STS-47 モー ST リー守る、スペースシャトルエンデバー、STS-992008 年6月8日、日本科学未来館を訪れた、内閣総理大臣、福田康夫、案内1983年12月、宇宙開発事業団が、 1988年、初め頃の飛行を前提に、スペースシャトルに登場する初の日本人宇宙飛行士を募集する。モーリはこれに、応募、1985年に公表された最終候補者7人の中では、最年長であった。同年8月7日、向井千秋、土井隆尾と共に飛行士に選ばれる。応募者総数は531人だった。 事業団の所属となり、日米で訓練を受ける。1986年1月28日に、母が死去し、北海道の実家に戻ろうとした矢先に、チャレンジャー号爆発事故のニュースに接して、帰省を延期の上で、事業団の記者会見に出席した。1987年より、アラバマ大学ハンツビル工尾小重力、実験研究センターにて研究に従事する。 オーストラリアでの留学生寮生活の経験から、対人コミュニケーションの重要性を認識し、NASA では技術者たちだけではなく、事務員たちとも親しく接していた。事務員たちの心象が良かったことが評価され、搭乗運用技術者に選抜されたことにつながったという。前期の通り、日本人宇宙飛行士によるスペースシャトル搭乗は、 当初1988年初頭が予定されていたが、チャレンジャー号爆発事故の影響で発射は中断、再開後も日本人登場ミッションは延期された。日本人によるスペースシャトルミッションの最初の登場者がモ利に、正式に決定したのは1990年4月24日だった。しかしそれに、先だって TBS が記者をソビエト連邦のソユーズ宇宙船に乗せることが、 報じられていた。1990年12月に TBS 記者の秋山とよひろがソビエト連邦のソユーズ TM-11 で初の日本人宇宙飛行士となる。アメリカでの訓練中にこの方に接したもよりは非常に刺激になった。私たちも日本とアメリカの最先端の技術を駆使した実験を計画しており、ぜひ成功させたい。とコメントした。 最終的に、モーリの登場ミッションは1992年にずれ込み、9月12日から9月20日まで、スペースシャトルエンデバーのミッションに、ペイロードスペシャリストとして登場し、秋山に次ぐ二人目の日本人宇宙飛行士となった。また、日本国籍保有者として、初めてスペースシャトル計画に加わった宇宙飛行士である。期間直後、テレビカメラの前で、宇宙からは、 国境線は見えなかったとコメントした。同年10月、宇宙開発事業団宇宙、環境利用システム本部宇宙環境利用推進部、有人宇宙活動推進室に移動する。1998年、NASA のミッションスペシャリストの資格を得る。2000年2月12日から2月23日には、エンデバーで2度目となる、宇宙飛行5月15日に行われた。 タウンミーティングにおいて、就熟度別授業に対して肯定的な意見を述べた。2007年1月には、南極、昭和基地を訪問した。結婚し、子が3人いる。物理学者の毛利信夫は実刑。航空事故に遭遇したこともあるが、死ぬのは怖くないという。趣味は、スキー、テニス、野球、卓球、アイススケート、スキューバダイビング、スカッシュ。 エアロビックス、フィットネス、また、アマチュア無線技師の資格を持つ、教養番組、編集テレビドラマ、編集2001年3月21日放送の最終回に、宇宙開発事業団の面接官役で出演。2002年、本人役、ありがとうございます。